海田さんに告白しなきゃいけないことがあって。<何>あの、さっき、先ほど一緒に言わせていただいた、はい、あの、その打球消えるよ。はい、僕個人的にすごい好きなセリフで、あの、方々のイベントで、勝手に、富士役でも何でもないのに、<laughs> <laughs> その打球消えるよって、あの、本当に調子乗ってって、お、お客さんがすごい湧いてくれるんですよ。嘘でしょ <laughs> 本人じゃないのにで。<laughs> え、待て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 。待て <laughs> 一応なんか、楠田さんのライブとか。なるほどお客、客層的に。一応客層的に、テンプリ作なて。なんでよなんか僕自分のセリフはさておきみたいな。自分のセリフはさておきみたいな。くまるのとかでもなくなく。その打球消えるよ。受けたもんだから、あの、結構言ってるっていう。マジかはい。え、ち私もちょっとこれから、これは大変とか言ってくようにします。わからなかったらどうしよう。これは大変。 <laughs> それはかっこいいですよ。それ,それはかんないけど。<laughs>